ちは。リフォームで暮らしを変えよう、住まいの再生セミナーの講師をしておりますイノベーションクリエイターの高木と申します。皆さんはリフォームをするとき何を最初に考えるでしょうか。20畳のリビングが欲しい、洋室は8畳がいい、またキッチンには食洗機がついている方がいい、浴室には換気乾燥暖房機がついている方がいい、きっとそんなことを考えると思います。もちろん、間取りを変えて動線が良くなって生活がしやすくなった、キッチンやお風呂が新しくなって気持ちのいい生活ができるようになった、工事をしてそこで満足はしてくると思います。しかし10年後20年後はどうでしょうか。もっとこんな風にしておけばよかった、もしかしたら後悔するかもしれません。今だけでなく10年後20年後にこんなリフォームをしてよかったら、そんな風に思えるリフォームのコツがこのセミナーでは学べます。実際にリフォームをしたスレを見ていただきながら、これからの家づくり、そして未来の生活を想像していただきたいと思います。このセミナーのお問い合わせはお気軽にお電話やイノベーションホームページまでよろしくお願いいたします。